皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は少し久しぶりになってしまったんですけれども、テックアートのパナメーラグランド GT の続きをお伝えしようと思ったんですけれども、ご覧の通りダメです。今日26日なんですけど、やっぱりオートサロンの準備がかなり立て込んでるのと、年末の年内の作業がかなり立て込んでるんで、これは一旦ちょっと保留ということで、あんまり進んでないんですけども、ちょっとだけお伝えしたいと思います。で、当然バンパーなんか今塗ってる最中、ただ全然組み上がってないのと、あとこの辺は以前お伝えした通り切ったまんまでございます。これどうするんだっていう話をコメントでいただいたんですけども、このあとこの切った切り口に関しては処理して、オーバーフェンダーがつくと。でこの素材自体がアルミなんで、本来であればこの折り返し作って全部こう新たなフェンダーとしてやるのが理想らしいんですけども、やっぱりアルミなんで、加工すると熱加えると変形しちゃったりとかするんで、これ切ったまんまになるんですけれども、上かぶせて中を処理するっていう形になるみたいです。なんでこの辺完成したら詳しくお届けしたいと思います。そしてここに関しては進みました。はい、キャリパーがこんな感じで色替えしてテックアートロゴに、でテックアートのロゴもちょっと前かな変わって2種類あるんですけど、あえて旧ロゴにしました。旧ロゴの方が大きいのと、キャリパーなんかのデザインに合ってるんで、あえて、車の年式とかその辺合わせて文字抜きのやつでこれしてあります。でこのプラッティングシルバー、これどっから出てきたって話なんですけど、ポルシェ純正の内装がこのシルバーの、どっちかというとプラッティングシルバーに近い色なんで、それに合わせてキャリパーしてあるんで、これから中触ってもらっても色が合うようになってるんじゃないかなと思います。そして後ろもダメです。はい、全然進んでないんですけども、この辺も同じように修理されて、エアロパーツつける予定でございます。でこれ、もう来年になっちゃうんで、続きは来年お伝えしたいと思います。ちなみに今日26日なんですけども、ボンドボディ自体は29が大掃除なんで、ちょっとこの動画がいつ公開になるか分かんないですけど、年末の様子もお伝えしたいと思います。そして中行ってみましょう。さあ続いてお伝えするのはこちらの車です。これオートサロンとか全然関係ないんですけど、ボンド大宮から入庫している GTS でございます。なんと土新車にこれテックアートのエアロパーツを組んじゃいます。これちょっとこの色もそうなんですけど、これツートンでキャリパーも黒だし、ホイールも黒だし、かなり決まってると。これエアロパーツかなり映えるんじゃないかなと思います。でこれ今全部バラバラにして、フロントサイドリアで組むのかな。そして内装もご覧ください、新車ということで、もう新車の養生がそのままついてるまんまでございます。そしてテックアートなんで後ろも入るんじゃないかな。全部指示が書いてありますね。この辺マスキング貼ってあるところが多分この作業内容に入ってるところだと思います。でこの色なんかも全部選べるんだね。これね、この辺なんかも結構おしゃれ。だからもうカスタマイズも想定してる方は、新車のオーダーの時にいろいろやってると、その辺の相性も良かったりするんで、非常におすすめでございます。これ完成したらお届けしたいと思いますんで、ぜひ、おそらくボンド大宮のブログの方にも登場すると思うんですけども、ぜひチェックしてみてください。これかっこいいね。純正でいろいろボディ同色とかグロスブラックってできると思うんですけど、できないところもいろいろ言ってもらえばできちゃうと。で特にポルシェだとやっぱりディーラー入庫のこととか保証のこととか心配される方多いと思うんで、なかなかやっぱりこう新車でそのままカスタマイズってハードルは高いと思うんですけども、一応その加減を調整していろいろやるっていうのができますんで、いろいろご相談ください。そして塗ってるパーツ見てみましょう。さあそしてこちらが先ほど見ていただいた 992GTS のエアロパーツたちプラスアルファでございます。こんな感じで、これもテックアートのリアの部分ですね。しっかりグロスブラックで、どこからどこまでか分かりません。はい、こことこれもそうかな。あとサイドスカート、ここまでは割と純正っぽいシルエットなんですけど、やっぱりこの立ち上がりあると結構こうアクセントになるんで、でまたこのドイツのエアロメーカー、チューナーのエアロパーツってちゃんとこの辺も空力が計算されて、要はタイヤのその側面を通るエアをこう整流するっていう効果があるんで、最近マンソリーテックアートみんなこう立ち上がってるデザインなんですけども、テックアートも例に漏れずちゃんとこういう意味のある形状になっております。この辺割とこう単体で見るとシンプルなんですけど、車につけるとかなり映えるんじゃないかなと。でこの辺は同色かな、だからこれとこれが合体してサイドにつく感じだよね。でこっちのリップもこれ緑めっちゃ映えるっすね。この辺なんかも割と単体で見ると本当に純正っぽい仕上がりで、あとはその辺にあるパーツなんかも全部そうかな。そして奥側にはナンバーベースなんかもありますけども、そういったトータルで
ペイントカスタマイズしていただけると非常にまとまりが出るんじゃないかなと。あとデックアートといえばリアのフィン、これも全部塗り分け可能でございます。フィン自体を塗り分けてもいいし、真ん中にラインを入れるなんていうのもできます。まあ、場合によってはカッティングなんかで元に戻せるようなんかっていうのもおそらくできると思うん でこの辺が全部デックアートの場合、コンフィギュレーターがあるんで、事前にご自身でイメージしていただくこともできるようになってます。なのでこの辺ももう本当に無限大なんで、各フロント陣に相談していただければこんな感じっていうのもできると思いますので、ぜひぜひご相談ください。さあ、というわけでテックアートといえばもう1台つながりのこちら体感なんですけども、これなんとオートサロンに出店いたします。一応オートサロンの出店車両に関しては、一応今日時点でオートサロンのホームページにも随時アップしてるんですけども、これまだ載ってません。最新情報でございます。こちらテックアート体感、ベースト 4S ですね、こちらを出店いたします。というわけでこちらお客様の車両じゃなくって、一応うちの方で用意させてもらって、初心者になる車なんですけども、これにフロントサイドリア、その他諸々のテックアウトとパーツをつけて外装コンプリートにして出展いたします。そしてですね、当然この辺なんかもテックアウトのパーツつきますし、あとテックアウトといえばこの辺のカーボンパーツなんかもつきます。あ、これもついてますね。はい、そしてホイールも当然変わります。これテックアウトのホイールなんですけども、ただ普通にはつけません。なんとボンド東京内山店長センスでスペシャルな仕様になってこれ取り付けされる予定なんで、その辺も楽しみにしておいてください。であとここなんか足りないなと思ったら、 4S ってこのパカパカ電動じゃないんですね。さっき知りました。ということでターボとかだとこれシュッて触ってシュイーンって開くのが、なんと手動ということで、マクラーレンじゃんこの開き方、リヘドラルドアになってました。はい、これグレードによってここ違うんですね。全然知らなかったです。だからターボだとここラインが入ってプラスチックのパーツついて、でデックアートのパーツがつくとここが延長される感じなんですけど、その他のモデルだとそれないんで、ここだけデックアートのパーツがつく感じになるのかな。この辺はちょっと完成した状態を後でお届けしたいと思います。多分この辺がターボと他のグレード、GTS 以上じゃないかなっていう説が今濃厚なんですけども、この辺の違いもありつつ、そしてサイドなんかも当然エアロパーツがついて、後ろも一通り、この辺の雰囲気がかなり変わるんで、ガーニッシュがついてデックアートのロゴが入って、あとこの辺なんかも取る取らない、その辺なんかもニュアンス変えられるんで、非常に参考になるんじゃないかなと。あとはリアバンパーも当然カーボンのパーツ、テックアウトのパーツがつきます。スポーツデザインだとバンパーの形が丸ごと違ってパーツ構成変わってくるんで、これから体感いじろうかななんて思ってる方は、その辺参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。各店にご相談くださいなんて言って、続きがありました。今作業するクラスさんに教えてもらったんですけど、つけるやつこれやでって、これこうはめるじゃないですか。え、かっこいい。このなんていうの、涙のところがでっかくなるんですね、これ。シャキーンっていう。あれ、スポーツデザインだともともとでかいんだよね、ちょっと。で、ノーマルのやつだとちょっとちっちゃいんですけど、テックアートのこれつけるとなんとでかくなると。で、こっちも。これでも、これ単体で言ったらなんかあれじゃない？なんか純正のカーボンパッケージ的な、そんなエクステリアデザインになりますね。で、もう一個ポイントとしては、これ言って大丈夫かって話なんですけど、実は ここの隙間わかります？これこことここの三角形、ここだけ樹脂が出るんやでって今クラスさんに教えてもらったんですけど、塗りましょうで塗りましょうとか言ってんですけど、間に合わないでこのままオートサロンに出展される可能性も大なんで、組む方は参考にしていただけると、ここを塗るのか塗らないのか、ここは塗った方がいいかもしれないですね。こことここだけは、この下はともかくとして、本当にわずか1センチぐらい三角形がこの辺出るんで、だいぶ引いて見ていただけると顔の表情もだいぶ変わるんで、これめちゃくちゃおすすめです。であとここが樹脂が残るのかな、だからこの辺をだからどうするか、だから検討されてる方は本当にこの辺参考にしていただけると、よりハイレベルなものが仕上がるんじゃないかなと思います。さあ、そして、はい、内山店長がたまたまボンドボディに到着するということで、たまたま今日ずっと出っ放し出っ放しです、朝からトラック野郎です。たまたま遭遇したんで、この塗り分けに関して内山店長プロデュースということで、どんな感じになるのか、考えた、ざっくりやっぱり車見ながらじゃないとやっぱりね、確かにということで一個ずつ見ていきたいんですけど、これがリップ、つくみたいです。こんな感じで、でこれかぶさるんだよね、かぶさるっすね、はい、
でここの下の部分が別パーツになってて、まあ、色は入れたりとかできるという。なんで別パーツにするんですかね。こら一緒でいい、一緒でいいんじゃないのか。だからこれ車に着いた時に、まあ、明るいボディカラーだったりするとここにアクセントがこう入れられるところじゃないの。これ何色、ここ、うん、黒じゃないここは。あ、黒、ここはあんまり色、白じゃないの、ここはあんまり色入れたくなくない。本当に、ここはちょっとなんかそんなに主張したくないかな、はい。そしてあとサイドスカートに関してはこれは塗り分けはできない。これは塗り分けはないんじゃないですか。こんな感じで、これはかぶせだっけ。あ、違う、これも交換だ。すごいね、はい、こんな感じで、はい、すげえちゃんとしてる。これもで、横にフィンがドア側につくんじゃなかったっけ。これあ、これがだ、とにかくこの辺も全部ドライカーボン、マンソリーとかブラバスみたいなんで、めちゃくちゃ軽いんですよね、うん、そして頑丈、うん、頑丈なはず。ちゃんとチェックアウトってロゴも入ってます。これがだからドア側についてこうなんだよね、ここで少しだけ浮くんで、まあ、要はここで整流がこう行われると。あとこれリア板の脇のところが、そしてキャリパーとか、キャリパー白ですね、白くなる。でもこれ PSCB 入ってないでしょ多分。これから手出すと入れないとやばいことになるね。まあでもちょっとそれは後から考える。で、はい、その辺はお楽しみということで、はい、で、あとはねこれのここ問題。え、今俺グロスブラックで塗ってくださいって言ったよ。あ、本当に、うん、あ、じゃあここ塗るんだ。はい、ちなみにこれ塗るのめちゃくちゃ大変っていう。あ、まあ、ヘッドライト外さないとそうす、ね、ここは塗れないということで、今回本当にあのかっこよく仕上げないと怒られちゃうから、はい。ただ現地で本当に塗られてるかどうかは分からない。塗ってなかったら諦めたんだなってことで、うん、じゃあ全体的にあとナンバーベースとか、まあ、ナンバーベースは同色にして、であと後ろのガーニッシュ、あ、そうそうそう、これを、ね、これがだからこうなるんですよね。そうそう、でこの字を同色にしてくれって言ったらええって言ってたけど、あ、ここを、うん、同色にした方が良くない。あ、でこれがなくなるから、あ、なんかちょっと白少し増やしたいな。確かに見えないっちゃ見えない。見えない、まあ、見え一応ここがクリアでこっちが黒なんだけど、そうで、なんかベースがなんかガンメタっぽい感じになってるから。なるほど、なんか面白くないかな。この字だけ同色にしてもらおうと思います、うん、じゃあその辺もどうなるかお楽しみということで、うん、これくっついてんだよね、一体部品で、ね、両面でくっついてる。あ、だから一回剥がしてもらって、じゃあ裏側に色入れてかな。いや、もう丸ごと塗っちゃえばいいかなと。あ、ベタ塗りで、そう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 、このロゴを、うん、仕上げるかもしれないって言っときましょう。いや、塗ります、これ、はい、これ絶対です。こんな感じになってます、はい。さあ続いて別の作業をちょっとお届けしたいと思います。ご覧ください。さあこれは何のドア張りでしょうか。チチチチチチブブー 463A 現行 G63 でございます。合ってる人多分結構いたよ、はい。これのこれ今これ抜いてるじゃないですか。これ何してるかっていうと、これを溶着してあるのを一回全部剥がしてパーツ単体にしてペイントしちゃいました。というわけで塗り上がったのがこっちでございます。ブラバスなんかだと結構定番のこの内装カスタマイズのメニューなんですけど、ここってもうなんか純正でも確か選べないよね。でそれをまあ全部分解してグロスブラックにしてあります。でその他にもこの取っ手の内側とかこの辺なんかも通常の純正のまあ、パッケージによって多少色が変わるぐらいだと思うんですけど、まあ、その辺もない色なんかも全部できちゃうと。真ん中のあの四駆の切り替えとエアコンの吹き出しのとこですね、こことか、あとこれダッシュボードのとこかな、この辺なんかも単体にして全部塗ってあります。で組み付けるのがめちゃくちゃ大変と。大変、こんな感じで、あ、これ組んであるやつですか。もう組んである取っ手とこんな感じで、でも溶着あの純正のプラスチックのこう生えてるやつを溶かしてドロドロドロってくっつけちゃってるんで、それもう削って取るんで同じ2液のやつで全部この辺埋めてる感じです。まあ、純正のこのパネルの裏側ってなかなか見る機会ないんで、まあ、割とこう面白い部分じゃないかろうか。で気がついたんですけど、結構純正の内張り貼るのってワイルドなんですね。これカメラマンに言ったらそうっすかって言われたんですけど、これノリがこう僕思ったのはこの内張りに全部ノリ吹いてからかぶせるのかなと思ったらそうじゃなくって、あの内張りのこっち側にも全部ノリ吹いてかぶせてるみたいですね。だこれをだから剥がして張り替えるんだから、ブラバスってちょっとね半端ないよね。この辺が全部やってあると。でアンビエントなんかの配線もこんなことになってて、
割とドアって言っても今時の車だとやっぱりいろんなセンサーがついてたりとかイルミネーションが入ってたりするんで、かなりこの辺大変みたいです。これが今組み上がったやつかな。はい、こんな感じで全部グロスブラックに今組んだだけなんで、もちろん拭いたり磨いたりしてないんですけど、こんな感じで割と内装のこの辺の雰囲気変わると、まあ、車のまとまりが出るんじゃないかなと思います。続いて磨きのブースからお届けしたいと思います。こちら浦和店から入庫してる G6 さんなんですけども、はいはい、限定車と思ったそこのあなた、ブブーです。はい、なんと限定車と同じカラーにオールペイントして、しかもアーバンオートモーティブのフルエアロワイドボディキットを組んでる車でございます。これもうとにかくめちゃくちゃやったって、ナンバーベースもしっかり同色に塗ってあったりとかで、車もオールペインした後にマットのフィルムで、今絶賛作業中ですけれども、全部フルプロテクションということで、これ貼ってあるのほぼ分かんないね、これね、こんな感じで。でしかもここスムージングしてあると。これスムージングもめちゃくちゃ大変です。過去何度かお届けしてますけども、あの現行ゲレンデのスムージングってここに大きいあの金属のブロックがボーンって出てきちゃうんです。なんでそれも全部取って、同じアルミのパネルで蓋をしてスムージングしてあると。で、まあ、当然アーバンのワイドキットもこんな感じでついてると。でこれ今3人がかりぐらいですかね、でプロテクションをやっております。なのでこの辺がまだ途中だったりとかして、で全体的にガバッとかぶせて、まあ、細かいところを処理していくっていう段取りだと思います。でやっぱりこの辺の色とかってこう傷ついちゃった時とか補修したりするのすごく大変なんで、まあ、事前に、まあ、グロスでもマットでも、まあ、プロテクション貼っといていただけると、まあ、もちろん費用もかかるんですけども、まあ、安心かなと。でこの辺なんかも、まあ、茶会なんでもちろんデータなくても貼れますんで、お気軽にご相談ください。さあ、そしてここでオートサロンに出展する車両をもう一台発表したいと思います。こちらです。これさあ、上げてもさあ、ゆっくり上げても早送りされちゃうんだろうね。はい、あの予想の3倍ぐらい遅いんですけどもこれです。風が強い。来たー。ご覧ください、なんとカウンタックでございます。しかも色がやべえ。これもう虫みたいじゃんなんかこういうコガネムシみたいのあるよね。すごい、あの実車は初めて見ました。すごい。これ実はあのオーナー様と一度お話しさせていただいた機会があって、まあ、こんなの頼んだんだよっていうお話は聞いてましたけれども、実車は初めて見ました。これをなんとオートサロンに出展しちゃいます。ボンドブースから、まあ、当然展示させていただくわけなんで、あのこのまんまじゃ展示いたしません。あのなんとホイールなんかも変えて展示いたしますんで、これもう会場でも目立ち度 120% の間違いないと思うんで、ぜひ見てください。そしてこれ初めてカウンタック見るけど、すっげーっすねこれ。もうなえマンソリーじゃん、もうなんかカーボンとかこの内側まで全部カーボン、ここもカーボン、カウンタックもゴールドで入ってて、えこれゴールド以外も選べるよね。もう分かりません、あの詳しい方いたら教えてください。この辺も全部カーボン、全部カーボンで、ここもカーボンっていうことは、これ前回り全部カーボンなのかなぽいね。つなぎ目がないんで、この辺も全部カーボンで、これマジョーラなんですけど、このなんか光の当たり方によってこう紫色に見えたり青に見えたりオレンジ色に見えたり、だからこれ全体的にこうとんでもないなんか造形になってますけど、でホイールはゴールドの、なんかこれ昔からあるファイブホール的なデザインをちょっとこう立体的にした、これすごいね。センターロックとかもゴールドなんだね。でここもゴールドで、でカーボンのミラーになってて、なんか先日行われた鈴鹿のイベントにもオーナー様が出展されてたみたいで、ステッカーも貼ってあったりとか、で内装もあのとんでもないことになってます。さすがにこれは触りません。あのなんか噂によると保険するらしいんで。そして横なんかも、あのカメラマンもさっき言ってましたけど、これ網もなんもないんですね。全部抜けてて全部カーボンという、はあ。で給油口もアベンタの六角形からなんかあのセンターロックみたいなデザインになって、で天井から全部このつながる造形なのか、すごっ。そしてリア板はこれ一番カウンタックっぽいなと思ったんですけど、この反り立つこのリア板、あの実は僕あの前職で VT のディアブロか見せていただいたことあったんですけど、それにもちょっと似てますよね、この反り立ち具合。こんな感じでとんでもないこの
億円の車をカスタマイズして展示しますんで、ぜひそれも見てみてください。さあ、そして以前こちらのブースちらっとご紹介させていただいたんですけれども、ようやく完成して使えるようになったということで、まあ、中どうなってるのかいつもの高橋さんに紹介してもらいたいと思います。今回2機新設したんですよね。これが一応水星の、最近の輸入車全部水星なんですよね。もう他もそうですけど、はい、環境に配慮して、まあ、水星の塗料を使ってるということで、まあ、水星の塗料が塗れる専用のブースを、はい、新設したということで、大丈夫ですか、はい、そしてちょっと中軽くなんですけど紹介したいと思います。こんな感じで、これ何するんですか。これも試し吹きするんですか、ここで。テストピース、はい、こっちだけじゃないんですか。これは今まで使って、あー、はい、なるほど、こっちも新設されて、はい、試し吹きするのに、はい、で汚れないようにもう最初から養生してると、はいはい、こんな感じで、まあ、もっといいものが提供できるように、はい、でこの辺は引っ越したまんますよね。そうです、はい、スタンドオックスの水平塗料全部揃えてますんで、まあ、純正の補修なんかもできる。ただ溶剤の今までの有機溶剤の方ももちろん取り扱ってるんで、エアロパスとか、あ、こっちが溶剤でしたっけ、失礼しました、こっちが溶剤みたいな、でこっちの手前が水性塗料ということで、まあ純正の補修なんかは水性塗料だったり、そうですね、ケースバイケース、あとは車外のエアロとかなんか塗り物とかっていうのは、まあ用途に合わせて、まあ、両方塗れるようになってるみたいな、まあ、その辺なんかもクオリティ高いものが提供できるんじゃないかと。そしてブースに関しては内側から両方アクセスできて、はい、こっち側が開けていいですか、はい、はい、こんな感じで、あれサイズ一緒ですか、これサイズでかいです。あ、これ若干でかくなってるんですね、縦も横もいろいろ。じゃあファントムいけるじゃないですか、ファントムもというわけでこんな感じで、うわめっちゃ綺麗、はい、この広さが伝わりますでしょうか。こんな感じで新設いたしました。でやっぱり新しいとホコリだったりだとかゴミなんかもちゃんと取れるというかつかない、だから作業時間短縮にも、結局ついちゃうと取るのが大変なんですよね。なんでまあこんなのも新設しましたんで、ハイクオリティな作業もお待ちしております。さあ、というわけで年末のボンドボディの様子をお伝えしました。まあ年明けのオートサロンに向けて絶賛急ピーチで作業中なんで、まあ、結構バタバタしてたんですけども、その分オートサロンにはすごい車を9台かな今のところ展示予定なんで、ぜひその辺も楽しみにしててください。ボンドチャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。